緊急経済対策、観光、飲食支援に2兆円。 政府が明日取りまとめる緊急経済対策の原案が分かりました。緊急経済対策5本の柱で構成されています。1本目が感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発。2つ目が雇用の維持と事業の継続。3つ目、官民を挙げた経済活動の回復。4つ目、強靭な経済構造の構築。そして5つ目、今後への備え。この5本柱。え医療体制の強化では新型コロナ ウイルスへの治療効果が期待されている新型インフルエンザの治療薬アビガンについて、今年度内に2000万人分の備蓄を目指す方針を 明記していますで、感染が収束した後の、この消費喚起策としてはですね、打撃を受けた観光、飲食、イベントなどの割引、クーポン券の付与に、およそ2兆円を投じると。また、収入が5割程度下がるなど、急激に減少した世帯を対象に、1世帯当たり30万円を給付。子育て世帯の支援として、児童手当の支給の世帯を対象に、え子供1人当たり1万円を給付することなどがも 取り込まれる見通しですこの緊急経済対策の原案ですが、常連さんいかがでしょう。はい、もうこれはアドバルンですね。はあはあ これぶち上げて国民の不満がどれぐらい出るかっていうのを見てるんですけど、今のとこ政府はアドバルーン上げるために、国民からものすごい批判にさらされて、その案から撤退していくっていうのを繰り返してます。この間の1世帯あたり30万円というのも、住民税非課税世帯じゃねえかということで、結局5世帯に1世帯しかもらえないのと。しかも3人家族で年収200万以下とかですよ。何言ってんだってことでわーって批判が湧き上がったら、まああの土日の番組でね、西村副大臣あたりがね、副大臣あたりが、いや、あの、そんなこと言ってませんみたいな感じで、なんかもう フォローするこの繰り返しなんですよ。はい、で、これもね、収入が減ったら出します。はい、つまりこれ、桶川ストーカー事件です。 はあはあ。ストーカー事件わかりますえね、ストーカーが来てるんで、なんとかしてくださいって言うと、いやーでもこれ法律違反してないし、で、最後ブチ切れて被害者がね、私が死んだら捜査するってことですかって言いましたよね。もうまさにそこです。あの、倒産したり破産したりしたら支援してくれるってそういうことと、それまでなんもないのってことですよね。収入が減ったらとかじゃないんですよ。これから減りそうだからみんなね、不安になってんだから、もう期間も短くていいし、金額も半分でいいから、全員にやれよ。すぐに全員にやってと思います。これ何度も繰り返し言いますけど、 えー、前期ね、要は去年ですよ、簡単に言うと。まあ、前期黒字だったところは、はい、半年後にね、えー、法人税と消費税の中間納税というのがありまして、はいえー、前の期に払った消費税と、えー、法人税の半額をですね、えー、え前払いしなきゃいけないです。<ー>今期の分として、はいで。これ前払いってどういうことって思いません、えー もしね、あの、この後ね、ま、あの、前ね、残り半年やって、もし黒字だったら税金払いますよ、普通に。だけど、去年黒字だから、ね、払ってくださいってうわけ。おかしいって言って、僕国会議員何人か聞いたんですけど、いや、それは納税に猶予措置があるはずでって言うんでね、税務署問い合わせたんですよ。猶予できるんですかって言ったら、できますよって言うんですけど、その代わり、滞納税1.6%かかりますって言うんですよ。変税。いや、何それって言って、一応ね、僕はね、税理士を通して聞いたんですけど、今日はもう、あの、代表取締役である私自身が、 税務署電話します。はい、これ本当にそうなのと。えー、で、もうこれね、はっきり言って切れたもん勝ちですよ、ね。あーはーはー で、払えっていうのは払うけど、ま、分かってんだろうな、つっても、ほ切れようかと思ってるんですけど、ま、でも現場の職員の皆さんには何の罪もないんですよね。だ。から、ま、あま、あ切れたりはしないで、上の人がそう言ってんですかってしっかり現地取って、の国税庁にも出ましょうかなと思うんですよね。なんでこの後に及んで1.6%を延滞税取るのか。ねそれはどういや、法律がそうなってますからって。ま、あそれはそうですよ。お役人様は全部そう。かわいそうだよね、税務署の人もね。可哀かわいそうなんだけど、でもこれ絶対おかしいと思うんですよ。財務大臣、麻生太郎聞いてるか、お前。聞いてんのか、本当に。中小休憩者みんな怒ってるぞ。 そしてこの収入が減った世帯への現金給付については、西村経済再生担当大臣、え昨日何回もする必要があるかもしれない、感染が長期化すれば、複数回支給する可能性について言及した。やるたび大炎上でしょうね、全部条件つけるでしょうかうだからマスク配るときに、政府こ切ってを1人20万円、マスクなんか入れときゃいいんですよ、そしたら何の問題も起こんなかったのに、マスク2倍配り直すな、30万円配ります。たただし収入が減っ人は所得制限 つけんなよって話ですよ。金額半分でいいから所得制限つけないで、今すぐやってって感じですよね。まあ、例えばですけど、社会保険料の納付、止めちゃえばいいんですよ、引き起こしそうしたら、ほら、労使折半だから、働いてる人にも、ね、それから雇ってる側にもメリットあるでしょそういうことすぐやんなきゃいけないのに、で、消費税の減税の話なんか全く出てこないじゃないですか。何考えてんだって話ですよね。だからもう世の中が、あ、まだ不満なんだなってのを見ながらやってるっていうね。だからね、あの、もう本当にね、あの、政府与党の方には、あの 本当にね、あの、中心から、はいえー、ご忠告申し上げたいんですけど、はい、国民は今、はい、すごい不満が溜まってるんです、えー、なので、切れる口実探してます。はい、だから、えー、9割方いい政策でも、残り1割、はい、1> ね、例えばマスク2枚みたいに入ってると、えー、もうそこ心章膨大にぶち切れるんですよ。えーはい でね、あの、マスクの配布だって僕知ってますよ、えー、?6 億枚やりました。今月から何億枚いけます。医療機関にも1500万枚配りました。えー、で、国民一人当たりマスク2枚。それは不織布マスクをね、買い求めて、買い物列作るようなことないようにで、はい、全部知ってますけど、えー、マスク2枚ってやっちゃったらブチ切れるんですよ、みんな。それはなんでかっていうと、他がしょぼいから条件ついたりして。はいえー、だから、その、なんかね、この後に及んでまだ財政規律みたいなことをね、言おうとしてるらしいんですよ。えー、でね、あのー、なんかその、 えっと、税調会長ね、甘利さんか。はい。甘利さんが、もう財政技術は棚上げするとか言ったらしいんですけど、部会で。でも結局そんなこと言ったって、でも消費税減税は議論しませんってまた片方で言ってるわけ。これね、あの、経済学における道学的整合性っていうやつで、言ってることとやってることが矛盾してると、市場は信用しないんですよ。はい。で、そうするとね、もう市場は切れて何するかというと、市場はみんな売ってくるんですよ。 で、これあの、国の選択だとみんなね、切れて、何をやるかというと、投票しないんですよ。はい。懲らしめてやろう。お給票が出てくるんですよ。お給票舐めちゃいけないですよ。野党ぐだぐだだからってお給票舐めちゃダメ。今自民党を離党して、国民のために頑張ります。消費税減税やりますって言ったら、もうみんな安心してそこ投票しますよ。立憲民主党は怖くて投票できないですから。今自民党新中クラブみたいなバーンって出たら、もう多分もうあの、小沢一郎さんの時以上の旋風巻き起こると思うんで、自民党議員聞いてるからチャンスだぞ。総理大臣になるチャンスだぞ。頑張れ はい、はい、以上新型コロナウイルスの税制支援策。 自民公明両党は先週木曜税制協議会を開きました。政府が近くまとめる経済対策に伴う税制支援策について合意。収入が急激に減少した中小企業や個人事業主を対象に、所得税、法人税など、ほぼすべての税や社会保険料の支払い、事実上1年延期することを決めました。延期は2月以降に1ヶ月の売上高が1年前よりも2割以上減った場合が 対象ですえ。固定資産税は原則として赤字の企業でも支払わなければなりませんけれども、え収入が3ヶ月間で前の年の同じ期に比べて3割以上減った場合は半額、え5割以上減った場合は全額免除にするとえ、税や社会保険料の支払い条件付きでこの延期ということなんですが、ジョニーさんこれいかがでしょう。全然ダメですね。ダメ。もうあの貧しの重症で死にかけている人に、ええ、あのそうですねカロリーメイトでも食わそうとしてるんですかね。 あるから食べてくださいみたいな、えー、いや食えねえから点滴しねえとみたいな状況ですかね、はあはあ、で、えー、そもそももうあの死にそうになってる人も、はい、あのそのまま突っ込んでくださいっていう感じですよね、はあ、えー、だってこれあれでしょ要はその あの、あくまでも、その、売上が減ったら補助金出しますって話で、全員には出したくないって意思バリバリじゃないですか。だからこれな、いつまでこれやるのって思うんですよ。でね、このあの、条件をつけて、で、ギャーってなったら、はい、条件緩めますって、この繰り返しをして、財務省は何を恐れて、ね、何を避けようとしてるかというと、消費税減税に議論が及ぶことを恐れて、で、こういう、もうその、ね、あの、論点ずらしのね、あの、条件付与っていうのをやるわけですよ。で、ついでにその条件が認められて、予算削れたらラッキーと。口では絶対言いません。 けど、ええ、要はもう、この緊急事態のね、ええ、この状況においても、いまだに財政再建を考えているのが財務省のようです。はあはい、でも、なんかちょっとおかしいですよね、うん、で私ね、あの電話したんです、ええ、財務省に、直接、はい、で、首刑局に電話してね、ええあの、電話したら折り返しに分かってきて、佐藤さんって人からね。はいええ で、その最初はだからその、じゃあ税制について説明してほしいから、うちでやってるね、イベントの方に講師派遣してくれてたんですけど、ちょっと無理だっていうことを言われたんで、じゃあすいません、ちょっと大事なことは一個聞きたいんですけど、財務省って組織を挙げて、消費税の減税に反対されてるんですよねって聞いたら、いや、そんなことありません。でももうみんな言ってますよ。財務省が反対してるからこういうのは進まないって。いや、そんなことないです。我々は法律で決まったことをやるだけですから。じゃあ反対してないのねって言ったら、反対してませんって言ったんですよ。ってことは表向きは反対してないのに、陰でこそこそこういうことやってるつがいるかもしれない。もしそういうことやって たらこれ公務員法違反ですよ、違法行為ですよね、えー、財務省ね、これ、後で全部これ、この騒動が終わったら、はい、逮捕した方がいいと思いますよ、マジで、<ー> <laughs> 本当にひでえなって話ですよ、えー、これで死ぬ人いっぱい出ると思ええー、まあ、この延期、これ自体はね。えー いいわけですよね。まあいいわけですけど、えー、結局ね、売り上げが減ったっていうことになると、はい、じゃあタピオカ屋みたいな人がいっぱいもらえますね。はあはあ、今回のコロナウイルス全く関係なくですね。はい、ね。あの、タピオカ去年流行って、今年下火じゃないですか、はいはあで。そういう人がもらえちゃうんですよ。えー、みんな税制あ,、まあ売り上げ落ちてるから。そう,そうで、こういう中ですげえ頑張って売り上げ伸ばしてるような人からは、普通に取るわけですよ。はいはい、でも、それが、この後半年間、うん ね、半年間そのまま続くかどうか分かんないですよ。むしろ今は伸びてるけど、この後ダメになる可能性が高い人は払わなきゃいない。はい。なんか意味分かんないですよね。何なんだこの線引きはと。全部これでいいじゃんって話ですよ。でね、金が足らないって言うんだったら、日銀から持ってこいよって感じです。まだだってインフレターゲット達成してないんだからさ、日銀がお金すれるんだから、金すったってペナルティはインフレしかないんだから、今むしろインフレの方がいいでしょはい。だからもうあの日銀がインフレターゲット達成するまでは、もう赤字国債を日銀買ってもらって、それでやると。で、もうそこまで行っちゃったら、インフレターゲット じゃあ考えますと。2%なら2%までね。そうそうそう。その先のことはとりあえずどうでもいいから、やれるとこまでやってから、それから条件つけるとはんだねやればいいのに、とにかく条件つけて出す量を減らそう減らそうと、小出しに小出しにってもう目に見えてるんですよ。こんなもんいくら出てもダメです。金額を踊らせてね。例えばじゃあ1人当たりね、5000万円あげますと。ただし、宝くじに当たった人だけですよ、みたいな感じなんですよ。勘弁してくれよと。しかもその当たるやつがタピオカや限定みたいなわけわかんないことになってるわけで。 えー、ほら、もう、怒って当然ですよね、国民がね、このね。と、企業を支援する策、金融庁も模索状態だと。金融庁は先週金曜、会計ルールなど、弾力的な運用を検討する連絡協議会を設置。企業の決算発表の時期、あと融資の返済について、柔軟に対応するよう求める方針。急激な業績の悪化で、支店や工場など収益力が著しく落ちた場合に、資産価値を切り下げて、損失として計上する、減損処理も、 相次ぐ可能性が高まっています。えこの減損処理についても企業あと監査法人が柔軟に判断できるようにするということですが、こちらどうですか。いやこれもね、あの要はこれ決算の時の話です。はい。今すぐキャッシュが必要なんですよ。で企業はで何が一番いいかというと、もう番組の冒頭でも申し上げました通り、ね消費税及よびそれから法人税も中間納税もうこれ納付書を破り捨ててくださいとねこれ総理大臣が言ったらもう拍手喝采。 みんな自民党米と応援するわ。ね。言わなかったでしょう何やってんのと。で、ッりっ泊でないんですよ。中間納税しなくたって。黒字になったら払うんだから、結局ね。中間納税、前払いはさすがにないだろうと思ね。前払いはやめる。しかも見込みで前払いですよ。去年のコロナ前の売り上げを見込みで、前払いですよ。もう不安なご時世にね。むちゃくちゃでしょ、こんなの。ね。で、これも今すぐやめる。プラス、社会保険料の引き落とし止めちゃえばいいんですよ。もうそしたらキャッシュ溢れるから。こんなもうね、ぐじゃぐじゃもう後から何とかやらないで大丈夫なんですけど、とにかく 財務省はこんな時期でも税金取りっぱぐれることを恐れてるわけで、それは何でか？というと政治決断しないからですよ、えー、ね。もうあの日銀による赤字国債の引き受けやっちゃえばいいのよ。言う、えー、やっちゃいなよ。って感じ。本当に <laughs> はい。はい